はい、こんばんは。アローズスクリーンのシーサです。さて、独り占めの時間がやってまいりました。今日は兵庫県尼崎市にございますメトログラッチェ尼崎塩江店さんにお邪魔いたしております。そして今日実践させていただける機会はこちらになります。パチスロマクロスフロンティア2、話題の新台です。いよいよ明日開店を前に、私が本日も独り占めで実践させていただこうと思います。それでは早速実践の方に参ります。はい、それでは早速マクロスフロンティア2打っていきたいと思います。すごい、もうこの時点でものすごく綺麗になったなっていう印象を受けます。今回はボーナスが疑似ボーナスになってますね。で、今中段リルベが揃ってましたけど、 CBA 柄が止まればこうやって次ゲームでベルが揃って14枚の払い出しということになります。スプリット S から取り、また ART に関しては規定ゲーム数の消化で突入する場合もあるということですね。まあ、様々な状態モードあるものの、やはりレア役を引かないことには始まりません。ちょっと早めに動きが欲しいですね。ちょっとすみません、これって消えたりするんですか？それともこれは絶対残るんですか？あ、履歴、はい、完全にリセットはできると思います。いきます。お待ちどうさま、にゃんにゃんです。召し上がれ。実はですね、僕前作のマクロスフロンティア打ってないんですよ。なのですごく新鮮で、どんな台なのかなっていうのが前作打たれてる方よりも強いです。さあ、ここ今左リール上段スイカ止まってますけれども、今回スイカはチャンススイカ、弱スイカ、強スイカとあります。ここですね、今上から下に滑って緑7が下段に止まった時、これスイカがすれば強スイカになります。で、この緑7の下のスイカが真ん中に止まった時は弱スイカということになります。なんですけど、スイカ揃いませんでしたので、ここスイカの小指はチャンススイカですね。これもレア役、チャンス役になります。そしてデカルチャンスに突入ですね。こちらボーナスの前兆ステージとなります。さあ、チャンススイカからいきなり前兆ステージ、前兆に期待が持てるステージ来てます。で、このデカルチャンス中は液晶の右と左にメーターがあるんですけれども、まあ、こちらのライブボルテージというところが1000までいけば1個ミュージックヒストリーが上がっていくということになります。で、このライブストヒストリーが上がれば上がるほどボーナス期待度アップということですね。これでレベルアップ。まあ、もちろん今回私も初実践ですので、何が起こるのかもうドキドキしながら回してます。発展、ちょっと早めの発展ですね。ここはライブを成功させろと、今枠が赤に光ってますので、ここはチェリーナビだと思います。そしてチェリーはまあ3連チェリーが出現すると強チェリー、ここは弱チェリーですね。今カットに入りましたけど、残念。どうなってるのよ。あ、金文字が出て、これは復活パターン。ということは、みんなが呼んでくれるなら希望の光は灯りだ。当たりでございます。開始21ゲーム、チャンススイカからの当選ということですね。ここは
あ、ボーナスじゃなかった、すいません、ボーナスの勉強ステージって言いましたけど、これいきなり ART に挑戦してます。バルキリータイム、こっからがトライアングルチャンス、 ART の初期ゲーム数を決めるゾーンとなります。シェリルとランカとアルト、ここは、プッシュボタンで決まりますので、誰が選ばれるかで上乗せの仕方も変わってきます。ここはアルトですので50ゲーム固定になります。なんですけどゼロゲーレンの可能性もありますので、レバーオンでゼロゲーレンが始まればさらにゲーム数を倍増できるということになります。50ゲームのスタートですね。さあ開始早々いきなり始まりましたバルキリータイム、どんな ART になるのか楽しみです。レア役を引いた後にどういう演出に発展するのか、何を契機に状態が上がっていくのか、この辺もまあ消化しながらのお楽しみという感じです。本当に何が起こるかわからない ART です。打ち始めてすぐにチャンススイカ来ましたけど、 ART 中なかなか来ないなって今言おうとしたんですけど、ここはチャンスですね。今度もスイカ、ジャックスイカかチャンススイカか、これでジャックスイカになりますけども、てかチャンスボタン、すごいですね、直乗せ50、ここはジャックスイカからの50乗せです。こんな乗るんだ、結構珍しいのかもしれませんね、ジャックスイカからの上乗せって。結構ですね、上乗せゾーンがメインなのかなと思ってたんですけど、いきなり乗りましたね。さあそして今演出入ってますけれども、 ART 中も規定ゲーム数の消化で ART の抽選が行われてます。当然 ART 中に ART に当選した場合はトライアングルチャンスもストップということになります。デフォルト反応発生確認、これいったんじゃないですか。結構来ますねチャンス役、ここここは着水か、ダメ、さあ決めなさい、残念でしたということですね。まあこうやって ART 中の規定ゲーム数到達で ART ストックの抽選が受けれますということですね。先ほど7を狙えて出ましたけれども、上段か下段にピンクの7が揃った時はシェリルライブで、緑の7が揃った時はランカライブとなります。で斜めに揃った時はビッグボーナスとなります。さあここは CB の後ですけど、プラス G が出てくればゲーム数の上乗せです。状態はいいですからね。行われると20ゲームの上乗せです。この辺りが ART 中の状態に関わっているのかなと思いますね。さらに連続演出、さあここは CB の後連続演出から撃破しました。さあこれが何につながるのか、これより帰還する、ボーナスですね。ってことはボーナス確定よ、 CB からボーナスに当選したということでしょう。すごいですね、上乗せもあってボーナスもあって、これすいません、これ何ですか、今ウィンって出たのボーナスのストックですよね、ウィンは。あ、
え、ボーナス準備中にボーナスのストック抽選も行われているということでしょうか。ボーナスのストックですよね、ウィンなんで。 ART のストックだったらトライアングルチャンスのロゴが出てくるはずなんで、ここはボーナスの1ゲーム連に期待したいと思います。さあここはビッグかレギュラーかって通常じゃなるとこなんですけど、 ART 中のボーナスは全てビッグ以上となりますので、ここはビッグボーナスになります。ちなみに左から緑を揃えるとチャンス告知のビッグで、逆押しでピンクを揃えるとジャッジゲームによる告知のビッグとなります。なのでビッグ中の演出が違うビッグということですね。揃える種類で、さあ ART 中のビッグですので、ここはトライアングルチャンスのストック抽選が行われます。大体50ゲームの疑似ボーナスなんですけど、 ART 中は30ゲームの疑似ボーナスですね。今ここ、さあ今1回目初めてのビッグボーナスを消化してますけれども、ビッグ中は通常時も ART 中も消化中の特殊リプレイでトライアングルチャンスの抽選が行われます。その特殊抽選となるのがこれですね。特殊リプレイとなるのが中段にベルベルリプレイ、これが特殊リプレイですね。すいません、 ART 中はゲーム数の上乗せプラストライアングルチャンスのストック抽選ということですね。さあこれで残り1ゲーム、本日1回目のビッグが終了になります。そして15ゲームの上乗せができたんですけれども、準備中にウィンと文字が出てましたよね。おそらくボーナスじゃないかなと思うんですけど、そうですね、やはりウィンのロゴはボーナスのストックで、トライアングルチャンスのロゴは ART のストックということで間違いないと思います。じゃあ今度はピンク絵柄シェリルの方を狙ってみたいと思います。ジャッジゲームによる告知が行われます。液晶の上にも書いてありますね、ジャッジゲームまで14ゲームと、ね、ART 中の疑似ボーナス30ゲームありますので、2回のジャッジゲームが行われるということになります。これでジャッジゲームのスタートとなります。残念でしたということですね。一瞬で終わるんですね、すいません。さあ来ました、これが特殊リプレイです。中段ベベリ、これがゲーム数の上乗せだったりトライアングルチャンスのストックだったりというところに関わってきます。さあジャッジゲームまではあと2ゲーム、レベリを3回揃えてますので、ここはチャンスと思います。ゲーム数の上乗せですね。さあこういった感じで ART 中はジャッジゲームでゲーム数がバーンと出てきたり、通常時はトライアングルチャンスが出てきたりと、まあ、それに関わってくるのが先ほどのベベリですということですね。そして再び ART バルキリータイムのスタートです。残りは39ゲームプラス、すいません、上乗せ35ゲームがありますね。はい、それでは今日も行きたいと思います。キキスロ、今日は何を打とうかな。
はい、というわけで今回の聞きスローは以上です。いかがだったでしょうか。正解はこちらになります。以上、聞きスローでした。そうだ、メトログラッチェさんといえば結構サッカーのユニフォームを着たりして日本代表の試合があるときなんか応援したりされてるんですよね。そして今年はいよいよ6月にはワールドカップ開催ということで、またワールドカップとともに6月メトログラッチェさん盛り上がってくれるといいですよね。さてさて、それでは実戦の方に戻りましょうか。残り73ゲームからのバルキリータイムです。今日チェリーかジャクチェリーか、この調子でいくわよ。さあ決めなさい。これ今ジャクチェリーの後シェリルズガーラが揃ったということは、ここからシェリルライブですね。基本的に変更揃いはシェリルライブ、まあ、緑の場合はランカライブ、斜め揃いはボーナスということになります。ということでここから上乗せゾーンですね。シェリルライブの場合はマイネーム最低5ゲーム以上の上乗せが行われます。もちろんチャンス役は大量上乗せのチャンスと、特にチェリーはチャンスですね。シェリルライブ中RT 突入時だけじゃなくて、こうやって消化中にもセリルライブ、ランカライブ、上乗せゾーンの抽選が行われているということですね。上乗せゲーム数は45ゲームになります。スイカがチャンススイカです。ここ強スイカ、さっきは弱スイカからの50乗せなんかもありました。さあ強スイカどこに発展するんでしょうか。スイカからボーナス当選でございます。これで ART 中のボーナスは3回目になります。いや上乗せ直乗せも結構来てますけど、ボーナスもいいですね。当たりますね。しかも ART 中ビッグ以上ですから、ボーナスこれはありがたい当たりです。シングル揃いが続いてますけれども、ダブル揃いの場合はビッグプラス ART のストックとなります。あ、今ランカズ柄を揃えて、さあビッグボーナスと思ったんですけど、マクロスクォーターボーナスというのが来ました。これ ART 中のみ存在するボーナスですね。ここは青7が揃うたびに ART のストックが行われますので、まあ、特殊なボーナスとなります。いきます、マクロスクォーターボーナス。揃えられるか、青菜を揃えることができればセット数のストック、すなわちトライアングルチャンスのストックとなります。演出が派手すぎて何が起こってるのかわからないことが多々あります。さあ青7が揃えば ART のセット数のストックです。来ました、これでセットのセットになります。トライアングルチャンス、これがマクロスクォーターボーナスの特徴ですね。左だ、左を
ボーナスは終了ですね。そしてトライアングルチャンスかける2と出てますので、今消化中の ART の後にあと2セットついてくるということになります。いきなりこれ結構な獲得枚数に期待ができそうな ART になりましたね。まだまだここ1セット目107ゲーム残ってます。いやいろいろ、まあ、演出も派手で時折あ何どうしたって思うことも多いんですけれども、まあ、とにかく今1回目のマルキリータイム消化しておりますが、残り2セットをストックして残りが95ゲームということが今の事実ですね。でセット数のストックはボーナスに行われてますので、ART 中のボーナスはビッグ以上っていうのがすごく聞いてますよね。さあ2セット目は10ゲームの上乗せが何度かありましたけれども、これでラスト4ゲーム上乗せゾーンボーナス当選はありませんでした。これで2セット目が終了になります。まだセット数のストックがありますので、当然ここも継続ということになります。3セット目に突入です。1セット目2セット目とトライアングルチャンスではアルトが続きましたので、今度はシェリルかランカが見れればいいですね。さあ3回目のトライアングルチャンスとなります。さあここはランカライブに行きましたね。ランカライブとシェリルライブに関しては8ゲーム間の上乗せゾーンとなります。モードアップ抽選をして8ゲーム目にゲーム数を告知するという上乗せゾーンですね。場合は毎ゲーム5ゲーム以上の上乗せなんですけれども、このランカライブに関してはこうやって消化中にクマがこう溜まっていきます。クマが溜まれば溜まるほど大きなゲーム数に期待ができるということになります。ここはリプレイ、これで3つですね今クマが。これで7ゲームを消化になります。さあこれで5つ全部クマがつきましたので、もしかしたら100ゲームとか3桁の可能性もあるんじゃないでしょうか。さあ何ゲームの上乗せになるでしょうか。3桁いくんじゃないですか。いきましたね100ゲーム、それがランカライブになります。今たまたま100ゲーム乗りましたけども、まあ、こうやって7ゲーム消化してる間にクマが溜まっていくと大量上乗せのチャンスということですね。それでは3セット目100ゲームのマルキリータイムスタートです。このホールドホンマ、あとはですね、今トライアングルチャンスランカとシェリルとアルトありましたけど、もう一つ、まあ、プレミア的な存在ですけど超時空ライブというのがあります。もうそこに行くと数百ゲームの上乗せに期待ができるということになります。この決断、これで3セット目のゲーム数を全て消化になります。ここまでですね、獲得枚数は1428枚という結果でした。ただまだ分かりません、この後に再び ART 再突入というパターンもありますので、とりあえずは終了画面になりましたというところです。
ベルナビが出て再突入というパターンがあります。はい、というわけで今日はマクロスフロンティア2実践させていただきました。まだまだ通常時のチャンスゾーンだったり ART 中の上乗せゾーンだったり、あとはプレミア演出だったり、本当にもう全てを見るのが難しいぐらいいろんな演出があるんですけれども、まあその中で今日は一撃1400枚を超える ART を消化できてよかったかなと思います。まあ今日見れなかった部分に関してはこれからホールでの実践でのお楽しみということで、どんどん私もチャレンジしていきたいと思います。それでは今日はこれで実践の方終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで今日はマクロスフロンティア2実践させていただきました。もうあっという間に ART に入ってドーンと出て、もう何が何かわからない時間もありましたけれども、非常に楽しい寝台でした。さあ、そしてこちらメトログラッチェ尼崎塩園店さん、今日は5月の7日ですので、まあ、いよいよ明日寝台入れ替えということでマクロスフロンティア2をはじめその他にもですね最新台が入ります。さあ、そしてメトログラッチェさん最新台どんどん入ってますけれども、最新情報なんかはですねこちらメール会員様に入っていただくと、もう手元の携帯にメールで寝台入れ替えですよ、何が入りますよと入ってまいりますので、こちらメトログラッチ尼崎塩店さん、ご来店予定の皆様、まだメール会員に入ってなければぜひこの機会にメール会員に入って最新情報なんかゲットしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこれで独り占め終わりたいと思います。ありがとうございました。